谷谷岡岡子子緑の風の谷岡邦子でございいまますすよろししくお願いいたします、えー、私はあの学校におけるいじめというのは、どうしても教師の目の届かないところで起こる、目の届きにくい時に起きるというふうに思えております、でこれを防止するためには、教師が事務作業に追われている現状、例えばあの給食費を集めに回ることまでそのやらなければいけないような現状といったもの。 あるいはそのたくさんの報告書の作成でありますとか会議に棒殺されるというようなこと電話の応対までやるというようなことそういうことがそのあるのではないかという,ふうに思っているわけですこれの法案が成立することによりそのより子どもたちと共に過ごす時間というものを減らすことにはなりはしないかというのが私の最大の,義務あの危惧でございますがこれについてどうお答えになりますでしょうか。者においたします。はい 発記者、衆議院議員、土屋正忠君今、谷岡先生からご指摘のいただいたところは、私どもがこの法案を作る際に一番重視した点でございます、つまり、新しい法案を作ったことによって、現場に必要以上の負荷がかかったんでは、本来の目的であります、子どもと教師が向き合う。 あるいはあしっかりと子どもの状態を見るという時間が少なくなってしまってはいけない、したがって、えー、きちっとしたあ対策は取るけれどもお、既存の組織、つまり校長先生が通常の学校教育のカリキュラムの指導教育指導上の責任とお教育管理上の責任を持って、その下にずっと教員の体制があるわけですから、これをお活用すると。 こういうことの中で、えー、従って、えー、先ほどの答弁にもありましたが、あら新たなる組織となるような協議会をというような名称は作らずに、組織という、こういう常時置く組織としたわけであります。なお、第16条で定期的な調査、そして第22条で学校いじめ防止に関する、 いわゆる措置、実効的な措置を取るための組織、この2つが根今法律の肝でありますが、これが過度の負担にならないように、十分注意しながら、なおかつ有効な有効ないじめ防止策を取れるように、こういう趣旨で十分議論いたしました田中君しかしですね、実際にこの求める報告、計画を策定し、そしてしかるべき調査をし、 そしてその報告になるものの原案を作るのは、やはりその子どもを見ている各教師にならざるを得ないということが出てまいりまして、そこはやはりその一定時間的にもその事務負担は増えると、少してあのまあ人数が加配される、あるいはその事務職を新たに入れるようなことがない限りは、ですねこれはやはり増えるということにはなりませんでしょうか、はい、土屋正尚君。 あの負担を軽減し子どもと向き合う時間を確保することが重要であるとこういう認識についてはまさにご指摘のとおりでございますただ今まで、えー、か過去にも重大なあ自殺に追い込まれるようないじめがいくつかございましたそれが繰り返される原因といったようなものはこういった事件が起きると全国は注目し頑張って対策を取るんですけれどもしかし それが過ぎると、ある程度過ぎてしまうと、学校があ日々の教育活動に追われて、こういう防止策が希薄になる、こういう事実に鑑みて、常設の組織と、そして定期的な調査を、このいじめ防止の肝にしたわけでございますから、これは必要かつ最小限のものと考えております。谷川君 はいあのまあ、従来から比べますとその何十年も前のことを比較するのおかしいかもしれませんけれども IT 社会化、情報社会化そのたびには私たちはあの学校に報告会あの委員会ですとか対応する組織を作ってまいりましたパワハラ、セクハラ同様でございますそしてあのインクルーシブということになればまたその対応の組織をあの作ってまいりましたでこういうことを重ねていてじゃあ実質にあの作らなければいけない会議体は増えるんだけれどもそこが年間どのくらいの会合を行っているだろうとかそういうことを考えますとね それがしばしば形骸化する可能性というものをそのやっぱり考えてきてしまったわけであります、そのことにおきまして、その文科大臣にお尋ねをしたいのはです、ね、やはりその教員たちがしっかりと子どもと一緒にいる、そしてそのこう,そういう法案によって、新たに作られる制度が、教員の,その新たな負担にはならない、少なくともあのむしろ軽減できるような状況にしなければならないということは、よくご認識の上だと思いますけれども、そのことについて、やはり文科省として対応していただけますでしょうか。 下村大臣。あの、ご指摘のように、学校教育に求まれるものが非常に多様化、行動化する中で、教員がいじめ防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするためには、教員が子どもと向き合う時間を確保する、これが大変重要なことであるというふうに思います。このため、25年度予算においても、いじめ問題の対応や特別支援教育の充実のため、800人の教職員の定数増や、 学校サポートのための指導員等派遣事業、約7000人ですが、まあ、計上しております、さらに、学校を対象として行う調査の縮減も今行っております、また公務の情報化など、学校運営改善の好事例の普及や、さらに地域住民のボランティアによる学校活動の支援等を、 積極的にこれからさらに行う必要があるというふうに思います。現在、ご審議されているいじめ防止対策推進法案、これは今あ、発議者からもお話がありましたように、学校に新たな特段の負担を課すものとならないように配慮されているということではございますが、文部科学省として、この法案が成立した暁には、立法者のご意見も踏まえながら、 まあ、さらにあの教員が子どもと向かい合う時間を確保できる環境づくりのために、一層努力してまいりたいと思います谷岡君、はいあの。大変誠実な誠意あるお答え、ありがとうございます。そのようにやっていただきますと、私どももあの安心ができるというふうに思っております。ところででの今日資料をお付けいたしましたが、東京新聞の,その6月18日の夕刊で、原件、規制線量低く説明いらないと、と換気扇3日間止めずと。 いうようよな記事がその出ておりますこれは文殊で三万件のまあ件の機械類を点検しなければならないのに、そのうちの一万件余りをその点検していなかった、四分の一強の機械は点検されていなかったということが、すでにその報告をされておりますけれども、この原子力の分野において、こういうそのある意味で初歩的にやるべきことをそのやっていない。 換気扇を回すということは、下界に放射性物質をまき散らすということでありです、ね、しかもこの日には、この記事によりますと、村内で6つの学校で運動会が行われていたというふうに報道をされております。この問題につきまして、この村内で運動会を開いていたというような学校のご保護者の皆さんというのは、大変ご心配なさっているというふうに思いますけれども、これに対して、 文科省はどのように受け止められていて、そして保護者にどのようなあのご説明をなさっているのか。またこういうい単純なミスが 続出して起きるということはです、ね、明らかに規範意識の問題であるわけですけれどもこれはその研究機関なるあるいはその大学等の,その教育機関においてです、ね、こういう初歩的なあの規範意識の教育が不足しているのではないかという,ふうにあの思ってしまうわけですけれどもいいこの事態をどう捉えて、うん、今後どう対応なさるのかということについてごあのいじめ防止対策法案との関連性をです、ね、もう少し分かるように説明していただけますか。質疑は あの私、関連の質問として今、やっておりますが、あのだから、はいあの、どこが関連してるか、ここをこあの限定しないといけませんかもう,もう少し明確にしていた方が、あが、答弁者も。 いね、はいあの規範意識という問題に関して申し上げますならば、やはりそのこの社会の規範意識、大人がやること、大人がその規範意識を守らないときに、子どもたちが言われていけばその規範意識を守らないことも当然だと思っておりまして、そういうことから、やはりその社会全体の規範意識の問題ということで、特に国が関わる問題として取り上げております、うん、誰に聞かれますか。文部科学省の久保 スポーツ青少年局長、ららしいですから、はいえー、とまずあの、学校における防災を担当いた人の立場からお答え申し上げます、えー。東海村の教育委員会では、運動会当日の5月25日の午前6時半ごろに、報道によって事故の発生を認識いたしまして、緊急に校長を交えて、運動会開催の可否について検討を行いましたところ、 報道によりますと、J パークの外部への放射能の漏出はないとされておりました。また、東海村学校6校におきまして、大至急校庭の線量を測定いたしました結果、通常と異なる値は検出されなかった。 とといいうことございました従いまして、えー、この点を含めまして、東海村の原子力安全対策課とも相談しました上で、予定どおり運動会を開催することをしたものと聞いておりますなお、はいえー、運動会の開催につきましては、数人の保護者から学校に対して問い合わせがありましたけれども、事情を丁寧に説明して、保護者の理解を得られたと聞いておりますので、まあ、今後とも、えー、担当部局とも連携をしっかり図っていただくように指導しておりたいと思っておりますはい、えー、じゃあ、よろしいですね。はいはい にご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べく願います。えー、谷岡邦子君。はい。私たち緑の風は、いじめ防止対策法推進法案に賛成の立場から討論いたします。法案に賛成するのは、いじめを軽く受け止めがちな一般社会、学校現場に対し、国会の意思として、その根絶のための強い意思と。 いうものをはっきりと示す必要があるからと考えるからであります。また複雑化し多様化するいじめに対して対応する必要性というものを国家的に考えなければならない時点に来ていると思うからであります。他方、今現在でも学校現場は疲弊しています。精神的に疲労困憊して休職している教職員は年々増え、離職する者も,も後を絶ちません。 これは社会の学校、すなわち教職員の要求があまりに大きく、これに比して与えられる資源は不足しており、慢性的に超多忙な状態が続いているからだと思われます。教職員の多忙、時間の不足が、いじめを初期に見逃してしまう大きな要因でもあり、早期発見に対応する機会を失わせてしまう原因ともなっています。事務的書類仕事、報告、会議などの雑務が増え、子供と過ごす時間が少なくなれば、いじめが見逃されるのは当然であります。法法案が求める 計画を策定し、調査を行い、そして報告を作るということも、やはり学校現場に任されるということがその大部分であろうと思います。この現状をやはり大きく変えるということを必要としております。また残業を余儀なくされる自ら、余儀なくされて、自らの子供のいじめにも気づかない教師たちが親として増えるということも我々は防がなければならないと思います。政府におかれましては予算を投じ、教員の事務負担の書類仕事雑務、これ大幅に減少していただくと。 いうことが最大のいじめ対策であるということをお考えになってなお一層の努力をお願いしたいということをもって私の討論といたしたいと思いますはい。他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入りますいじめ防止対策推進法案に賛成の方の挙手を願います前回一と認めますよって本案,法案は前回一をもって 原案通り可決